話じゃないな。どうしてだ。酒井様、こっちだ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば、弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。阿修羅はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎どなり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。
ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。むごたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？何詫びよ。浪人を放った男と相まみえねばな。産谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。酒井様、ご無事でしたか。手先のすげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。
直々にあなたを手にかけるため近江寺の洞で待つと申しておりました。近江は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シラの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。思い違いかと。まさか梶原がさようなことを。お主の目は節穴ということだ。ジン、少し話せるか。坂井陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。Get up!
分もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。老子の申す通り、お主は修羅だ。修羅でもクロードでもない、ただの人だ。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。孔子の申す通り、お主は修羅だ。望みか。Thank you.